近藤の抜けた穴、あまりにもでかすぎる。しょぼーん。近藤抜きはきついな。ハム2、5連敗。5番マサキヨナ試合前から言うてたけど、近藤おらんのきつすぎやろ。5番近藤が正解だったことを痛感させられるやつ。柳田と近藤を無茶使いしすぎたつけだな。マサキは5番だからダメとかそれ以前の問題として研究されて対策されてるだろ。近藤いないからマサキを5番はわかる。今日は結果でなかったけど成績考えたら納得だし。山川に支給でいいと思わせたら厳しいわ。5番候補は今は栗原しかおらん。3番は今宮もありかもしれん。5番マサキかな。敗因、やっぱ近藤の代わりは無理。今日はコンちゃんおったら勝てたわ。そういえば今日は栗原の2打点のみか。下位打線が全く打てない。5番解体暴論来たな。5番近藤のところがマサキになるのはおかしいんだよな。5番最強打者理論なら栗原置くよね。今の打線ならそれが最適解な気はするね。マサキは現状ではクリーンナップに置くほどの打者ではない気がする。ただ栗原5番にすると誰を3番に置くかという課題が出てくるが、後ろに強打者置いて山川と勝負させるなら5番は栗原でいいだろ。3番に柳町置いてマサキは6番でいい。3番近藤ならもっと点取れてるし勝ってるし近藤も今より盗塁してない。明日の5番は中村晃でいいよ。最近打ってるし今のマサキよりマシ。柳田が前に言ってたようにいい時も悪い時もみんなでカバーし合うしかない。周東は早くマサキにアドバイスしてくれ。